ちはこんにちは。さあ日本シリーズ直前大企画、はい、岡木豊的予想、はい、今日は、バッター野手編です、うん、そして最後に最後に豊さんの大予想をしていただきたいんですが、苦しいな。もうなんか苦しい苦しいなんか苦しい苦しいで、前回の動画では、はい、まあ、ピッチャー陣をそれぞれ巨人とソフトバンクで評価してみて、ちょっとソフトバンクの方が俺有利じゃないかと。まあピッチャーはね、ピッチャーは、うん、さあ今日はバッター陣、野手陣です、はい、これ野手陣見てみると、うん、まず、巨人これオーダー、まあ、クライマックスなかったので、大体10月から11月にかけての、うん、今、取っていたオーダーをちょっと統計取ってみたんですけれども、まあ、原監督もマジックが出てから、はい、まあ、優勝するまで余裕があったんで、いろんなパターンを試しながら来てたよね、はい、だけど、まあ、落ち着いたのが吉川、松原、坂本、岡本、丸、はい、で中島かウィラー入れて、まあ、大城、うん、で状態によっては大城が先だとか、はい、まあ、そういうことでやってきてるよね。ただそうなんですよ、1番から5番はほぼほぼもう固定みたいに使っていたんですけど、6、はい、7、8がその日によって流動的、うん、ここをじゃあ日本シリーズは原監督はどうしていくと考えますか。まあ亀井次第だな。亀井選手、うん、今年は亀井選手ね、まあ、ちょっと内転筋の怪我でさ、はい、戦列離れたけど、はい、亀井の技術とか、はい、バッティング、まあその年の割にはクオリティを保った守備だとかね、はい、まあ、そういうのを考えたらやっぱこう先発には使いたいよね。え、先発ということは、京セラの時は、うん、DH ないので、うん、これはどういう代打なんですか、それとももう、うん、その先発的な感じで使っていくんですか。まあ先発で使える状態であれば、俺はやっぱこうフルに出てほしいっていうふうに思ってる選手の一人だと思う。お、そうすると亀井選手レフト、うん、そうすると、レフトにいる、松原、まあ、松原はライトですよね。あ、ライト、はい、うん、ってなるだから、まあ、重信だとか、はい、いろんな選手がレフト、まあ、ウィーラーだったりだとか、うん、いろいろ出てるよね、若林だったりだとか、はい、で、使い方を見てるとさ、後半の、はい、やっぱ走塁とか足、スピード、うん、そういうことをやっぱソフトバンクにぶつけたいなっていうふうに考えてるのかなって思うよね。はい、そうですね、やっぱり 1,2、うん、番見てもそうですし、そう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 、だから仮面がどこに入るかによって全然変わってくると。豊さんだったら仮面選手をどん、いや、レフト何番 1,2 番で使うの。え、じゃあ1番を仮面選手、うん、まあ仮面でもいいよ、はい、吉川を2番でもいいし。おお、そうするとで松原を下げる。あ、ベンチに。いや、下げない。6、7、8に。どっかに入れると。入れてと。おお、ということはじゃあウィーラー選手だったり中島選手だったりあたりが、うん、ベンチスタートとかそういうことになるってことですか。まあ中島が、うん、中島ウィーラーをファーストで使って、うん、まあどちらかが右の切り札になってくるよね。うん、そうですね。で、亀井の状態がそんなにスタメンを張るほど、はい、良くないんであれば、はい、足とかね、はい、じゃあ代打で置いとくとか、うんうんうん、左の1番って、はい、だからまあそういうふうにするとやっぱ亀井一人で厚みは出てくるよね、はい、だから亀井の使い方っていうのが、はい、やっぱこのシリーズポイントかなって一つのね。なるほど。あ、じゃあまずは巨人のキーマンとしては亀井選手。あ、じゃあちょっとボードに書きましょうかね、大学の後輩でもありますし、うん、まあ、それで亀井の状態によってもう全然変わるということだよね、巨人打線の厚みがね、はい、うんうん、でソフトバンクのピッチャー陣ってさ、はい、まあ、ある程度先発が投げて、まあ、強力な、リリーフ陣が待ってるよね、はい、でもう質量ともにで持ってるということを考えると、まあ、亀井が、まあ、例えば6回ないし7回に投げ代々で使うと、はい、もうね、加山田の、うん、ね、いろんなピッチャーが待ってるよ、まあ、例えば高橋礼がポンと差し込んできたと、はい、右バッターのところに、うん、よし、ここ勝負だと思ったら仮面になったりとかさ、はい、まあ、すると、いろんなパターンで変えられるから、はい、ソフトバンクは、うんうん、で、モイネの森っていうところはもう鉄板で変えないんだよね、うん、そしたらもうそこがウィラー中島、はい、どっちなのか、うん、で森は亀井、はい、もし代打で置いとくんだったらね、はい、
もうそこら辺がもう使いどころのポイントになってくると思う。あ、だから、まあ、亀井選手を筆頭に中島選手だったりミラー選手、うん、そのあたりもこうサブキーマンとして出てくる。いやいや、だから僅差で行くしかないと思うんだよ、これ、うん、巨人はね、うん、まあ、接戦に持ち込むとやっぱそういうベンチワークと、はい、誰をどこで差し込むかっていうことはすごく大きなことになってくるし、ね、あとはやっぱ松田と甲斐の勝負、はい、で広島戦ね、日本シリーズで甲斐甲斐のキャノンって、うんうん、ね、ああいう肩だけで MVP になったというさ、はい、そういう選手も少ないだろうし、だからそこら辺の壁を越えていかなきゃいけない、うん、で松田の走りっていうのが怪我明けからちょっとスピードの乗りが悪いんだよね。だからまあそこら辺がちょっと心配なところでさ、やっぱり1点を取るときに増田の足っていうのは絶対普通必要になってくるから、はい、だからそこら辺の勝負も見どころだと思うよね。そうですね、うん、ただじゃあ亀井選手は1戦目2戦目京セラドームの時では、まあ、代打要員なのかも先発で使っているのか。そうだね。で3戦目以降のペイペイドームでは DH で使う可能性も、いや体が万全で守備もできるってなると、はい、やっぱ亀井は肩もいいし、うん、守備もうまいから、はい、それはやっぱ使った方が得策だよね。DH で使うんであれば誰を DH で使うのか。だからウィラーを使うか中島を使うか、またまた亀井選手。そうだね。あ、で考えられるパターンは住谷がマスクをかぶるんだったら大城は DH で使うか。なる、あ、そういうことですね。あ、だからまあそういう風にしていくかなっていう風に思うよね。まあ、その時の状態がわからないから、はい、まあ、状態のいい選手を DH に入れておくっていうことだよね。そうなんです。だからパターン的にはジャイアンツもいろんなパターンが、うん、あのパターンを試してきたから、はい、いろんなパターンで柔軟に動けると思う、うん、巨人はね、うんうんうん、ちなみになんですけれども去年のソフトバンクとの対戦の初戦はのオーダーは、まあ、1番亀井選手で2番坂本、3番丸、4番岡本、5番阿部、6番大城、7番ゲレーロ、8番田中、9番小林と、まあ、全く、まあまあ、まあ、ただ阿部が引退、ゲレーロを代打、はい、ね、この2人の大砲がいないっていうのは向こうにとっては楽かもね。ただ岡本が育ってるからさ。そうですね、やっぱもう要注意だよね、岡本はね、はい、ソフトバンクにとってはね。さあ対するソフトバンクなんですけれども、はい、まあ、ソフトバンクの打線はロッテの、ね、CS でも皆さんも、ね、もうご存知のようにパカスカ打ちますから、ね、まあ、パカスカというかやっぱ勝負強いバッター多いね。例えば、まあ、中村にしたってそうだし、はい、まあ、栗原がちょっと落ちてるんだよね。そうですね、その勝負強さも含めて、はい、ちょっと下降気味かなっていう、はい、まあ、柳田そう、田ね、まあ、いろんな厳しいコメント、タをダにしただけで、しただけでじゃないんですよ。蜂の巣をつついたようなね、コメントの数々、ありがとうございます。ございます。まあ、これでまた、ね、また炎上。まあ、柳田、ね、柳田、キータなのでね。ね、はい、柳田がやっぱポイントも握るし、はい、でもその中で俺は一番ポイントを握ってるのは周東だと思う。うん、ええっていうのはちょっとあれですけど、例えば柳田選手とか、あのね、ちょっと書きますか。なんかちょっと意外でした。例えば中村晃選手とか、まあ、あそこら辺はね、もう実力的にはもうやらなきゃいけないし、はい、やるんだよ。例えば、ただ巨人側は徹底的に柳田選手をこうなんていうの、打たせないように攻略とかそういうことで来るのかなと思ったんですが、いや、あそこら辺はね、抑えにかかって抑えられないバッターたちだから、あ、そこら辺はね、はい、ほっとく方がいいよ。もうそこはっていうことなんですね。そんなに神経を使ったとしても、はい、やっぱ打つときは打つし、はい、ね、ピッチャーがちょっとでも間違えたら逃さないよ、はい、だけど俺はやっぱりシュートを出すか出さないかは大きなね、はい、うん、あのポイントを握ってると思う、うん、でやっぱ守備も含めてシュートがちょっと心配だなっていう、シュート選手が心配っていうのことですか。心配、心配、それは、うん、やっぱりシュートを出すことによって得点力が上がるから、はい、だから徹底的にマークしていくと思うよ、うん、でマークしきれなくてシュートがパンがバカバカ打ち、はい、バカバカ走ったら、はい、もうこれはね、かなわなくなる、はい、だからそのバカバカいかれない根源を切るには、うん、やっぱシュートを抑えること。
クライマックスシリーズのロッテ戦1戦目はヒットなしで、はい、まあ、2戦目は2本打ってるんですけれども、はい、このあたり巨人バッテリーとかどう警戒してくるんですか。まず、まあ、1番、まずはやっぱり塁に出さないということ、うん、で出し方が一番良くないのはフォアボールということ、はい、でもフォアボールを怖がって甘い球だったらある程度芯に当ててくるということ。じゃあどういうふうに攻めればいいですか。だからウィークポイントがあるよ、はい、甘くなってもなかなか打てないっていうポイントは持ってるよ、はい、持ってるっていうか弱点はある、はいはい、だからそこをついていくだろうね、徹底して、うん、まあ、例えばそのイチローに打たせないためにイチローは高めが苦手だと、はい、外の高めが苦手、うん、ね、ヤクルトが徹底的にそこを攻めたよ、うん、そしたら 1,2 戦目ダメだった、はい、でもそこにも対応してきたけどね、イチローだから、はい、対応してきたけど、やっぱそういう徹底が必要だということだよ、うん、逆に言うとこの周東選手を初戦から乗せてしまったらアウトだよ。アウト、アウト、アウト。でもね、野手はね、こう見ても双璧なんだよ、巨人と。いやでも、やっぱ見るとソフトバンクの方がやっぱちょっと1枚2枚上手なのかなっていう風に。経験があるからね。そうですね。だけどまあキャッチャー、まあ、大城と甲斐だったら甲斐の方がいいよね。はい、でファースト中村、はい、ね、中島ウィラー比べたらやっぱ中村の方がちょっと上かな、はい、でセカンド吉川周東、はい、まあ足の部分では特筆してるけど、うん、でも守備とかいろんなことを総合すると双璧だよね、はい、じゃあサードマッチ、うん、岡本とマッチ、あ、岡本の方が上でしょ、はい、で坂本、うん、まあ槙原がこの前クライマックスで守ったけど、はい、それは坂本の方が上だよね、はい、じゃあレフト仮面が入った時に、ね、グラシアル、はい、まあグラシアルでも技術的には仮面も引き渡らないよ、はい、でギータ、はい、柳田、柳田、はい、柳田選手、柳田は丸と、はい、まあ多少上かもわからないけども、はい、その時の調子によるところもあるよね、はい、丸もそんな引きを取ってない、うん、でライト栗原、はい、松原、ああ、どうなのかなって、まあ栗原勝負強いからな、はい、あれだけど、だから野手としたらそんな引きを取ることはないんで、ただベンチが違う、ベンチ、あ、控えってことですね、そうの、デスパイネがいるデスパイネがいたり、川島がね、左殺しの川島がいたりとか、いますね、はい、でやっぱそれに伴った経験値も高いですね、あと長谷川選手も、長谷川も首位打者ね、元、はい、とかいる、はい、だからまあそういう層の厚さはあってもありますよ、ソフトバンク。ただ巨人は、まあ、中島もし仮面を使えないんだったら仮面がベンチにいるという、はい、まあ、その2枚はいいんだけど、うん、あとはちょっと線が細いよね、まあ、石川選手であったり重信選手であったり、そうだな、うん、まあ、特徴のある選手はいるにしても、はい、ちょっと経験値と線の細さっていうのは気になるけどね。じゃあやっぱりソフトバンクですか。いやいや、そんなことはない、そんなことはない、そんなことはない、ないないよ。だって2冠取ってる岡本いるしさ、2000本打ってるお前坂本いるし、はい、丸なんかお前5年連続優勝だぞ。いやいや、そんなこと言ったら柳田投手なんか全部 あのタイトルに絡んできてますからね。そうだ、そうですよ、こんにちは。まあ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 、まあ、まあまあ、でも野手はそんなに戦えないことはない、ただ対戦するピッチャーが違いすぎる。そうなんですよね、うん、だから例えば千賀投手が来た時にその巨人打線がじゃあどうやって千賀投手か、いやだからもうフォークをもう徹底的に捨てるという、振らないという、フォークを捨てる、うんうんうん、フォークはねなかなか狙って打てるボールじゃないから、はい、その安田がね、うん、クライマックスシリーズでフォークを拾って打ったけど、はい、あれはまっすぐ待ちのたまたまあったっていう感じ、はい、だからたまたまが出ればいいけどさ、なかなかたまたま出ない、うん、ピッチャーだけにね、はい、だからなかなか難しいとは思うけど、はい、でもプライドを持って打席に立ち、うん、対戦していくと、はい、そんなに引けを取らないよ。大丈夫ですか。相手だって投げてるピッチャーだって怖いわけだから。まあそうです、巨人打線って怖いよやっぱり。じゃあ巨人がソフトバンクに勝つためにはどういう戦い方をすればいいですか。総合的に最後もう、いや、あのね、原監督はね、はい、やっぱ接戦に持ち込みたいと思ってるはずだよ、うん、接戦に持ち込んできたら監督の力で勝てるっていうふうに思ってると思う。じゃあ7戦目まで行きたい、6戦目まで行きたいっていうところ。いやそれはさ、去年のお返しだったら4タコにしたいよね、はい、でも4タコはなかなか難しい、でもなかなか難しい、はい、難しいけど、だから初戦の菅野って言ってたじゃん、はい、ね、勝ったら芽が出るし、はい、
負けるとちょっともう本当に厳しい戦いになるよね、はい、今年の日本シリーズ、うん、ということは接戦に持ち込む でソフトバンクを倒すには巨人、うん、戦い方はだから接戦でいけばモイネの森のところで勝負だと思う、はい、だからウィーラーか中島が残ってるっていうことを考えるともうそこでモイネのところにチャンスを作りその代打で勝負、はい、それが叶わないんだったら森のところで亀井が残ってるんだったら亀井で勝負、うんうん、で森っていうのはそんなにモイネほど完璧ではないから、はい、だからまあある程度チャンスもある、うん、だからそのためにはやっぱ接戦をに持っていっとかないとさ、はい、そして徹底的に周東選手をもう塁に出さない出さないでね巨人はね攻撃とするとノーアウトランナー一塁バントするよっていうわけじゃないけどもとにかくツーアウトまでに三塁に置くことだよ、はい、ランナーをで特殊ボールが多いピッチャーがあのたくさんいるだけに、はい、やっぱワンバウンドの確率でも高いんだよ、うん、でもそれを抜群にうまい止めるのが抜群にうまいのが甲斐なんだよだからなかなか後ろに反らさないんだけどさそうです、ねうん、だけどそうやってプレッシャーをかけ続けるっていうことが大事あとは例えば、まあ、奇襲ではないですけれどもダブルスチールだったり例えばホームスチールというかまあまあそうだね、まあ、そういうことも考えてもいいし、うんはい、やっぱそういうことをできるのは増田でしょ、はい、増田、まあ、重信の足だったりとかさ、うんまあ、若林だったりだとかさ、はい、そういう人間がやっぱこう駆け巡るというさ、うん、やっぱスピード勝負に持ち込もうとしてる部分もあるよねそうですね、うん、で一方じゃあソフトバンクが巨人に勝つためにはどういう戦い方をしていけばいいですか普通に戦えば勝てるっていう自信が持ってるから、はい、それを根底から覆すには、はい、やっぱ抑えるっていうことだよねピッチャーが、ソフトバンクだからポイントゲッターはもうある程度決まってんだよ、はい、柳田、はい、柳田合ってます合ってるね、はい グラシアで、まあ、グラシアル、まあ、グラシアル短期決戦強いからね、はい、それと中村、はい、この3人というふうに勝負こう絞ればさ、うん、この前にランナーを置かない、うん、っていうことだから周東なんていうのは出しちゃいけないんだよ、うん、巨人の戦い方ですねああそうだねだだそんな巨人寄りになってるなんか巨人寄りにそう巨人はもう一旦聞いたのであそうか、はい、そんな俺とソフトバンクソフトバンクが巨人に勝ってまた日本一になるにはどういう戦い方ですかね巨人あそこはさ変幻自在いろんなことをこう変えれるから ね, そうなんですよねデスパイネがいたりだとかさ川島がいたりだとかさ、はいはい、そのいろいろこうカメレオン的にいろいろこう色を変えてくるチームだけにね、はい、まあそれがハマれば、うん、もうそんなに心配はない普通に戦えば普通に戦えばしかも巨人は本拠地でできないじゃないですか。そうなんだ。どっちとも京セラドームとペイペイドーム、うんまあ、そうなってくるとやっぱりソフトバンクもの方がちょっと有利になってくるのかなとか、まあ、そうだよね、はい、ということを全て踏まえて豊さんの大予想お願いします。何勝何敗でどちらが勝つのかを揃いました。まあ、セリーグ出身の高木豊さんが出した予想はこちら。じゃん。ソフトバンクの4勝2敗。これはね、はい、申し訳ないけど、ひいき目にも出してるよ。ひいき目に出して4勝2敗でソフトバンクですか？もう本当は 4-1 か 4-0 をまた。だってね、うん、勝てる想像ができないんだよ。勝てる想像が千賀投手を打ってるとか。いや仮に菅野が千賀に投げ勝ったとしたら 4-2 だよ。 4-2 で巨人なんですね、うん、でもいや違うソフトバンクそれでもちょっとですね菅野投手が投げ勝ったとしても4勝2敗投げ勝たなかったら4-1 か 4-0 になっちゃうっていうどっちにしてもソフトバンクは勝つじゃあもう菅野投手ずらしたらどうですかねいやだから俺はずらしたいんだよ高橋由紀投手で最初とか、うん、はあ、今年もじゃあソフトバンクやっぱね強い
いや1年間見てきてさ、どっちが強いかというのは大体わかるよ、はい、でやっぱり野球っていうのはピッチャー中心のスポーツだよ、はい、で我々野手をやってたやつらってさ、はい、もう球拾いに過ぎないんだよ、やっぱピッチャーがスターなんだよ、はい、でスターがたくさんいるところが勝つよ、やっぱりソフトバンク、うん、勝ちますかね、じゃあやっぱねピッチャーが違うわピッチャーが違う、いやピッチャーを巨人につけたら、はい、ソフトバンクのピッチャーを巨人につけたらそれは巨人が勝つよそもそもなの、なんか話がずれてきちゃう、野手はね、はい、相当血管が切れるぐらい、はい、打席で集中して、はい、立ち向かわないと、うん、そんなにソフトバンクのピッチャーっていうの牙城はね崩れない、はい、ということは今年もソフトバンクが連覇すると可能性が強い、強い、わかりました、じゃあ、はい、まあ、豊さんの大予想は、ね、ソフトバンクが勝つということで、じゃあまた日本シリーズが終わった後、はい、一体どうだったかも動画で、まあ、検証したいと思います、はい。